吉坂高正は日本を代表する建築家。吉坂歳三、花子夫妻の長男として東京都文京区に生まれた。父、歳三は内務官僚で母。花子は動物学者として有名な三つくりかきの次女。従って高正は三つくり原稿のやしゃごにあたる。1923年、父の勤務先のスイスから一家で帰国して東京百人町に住み、 行政小学校に入学、小学校6年生の終わりに、父の転勤でジュネーブに移住、中学生の頃から父と登山を始める。中学3年の時2度目のスイス滞在から単身帰国し、1年間の試験勉強を経て、旧制静岡高等学校文科兵類と、東京美術学校、早稲田高等学院に合格、早稲田高等学院に進み、1941年、 早稲田大学理工学部建築学科を卒業。大学生時代は、産学部で活動し、一年の半分は、山で過ごしていた。早稲田大学大学院修了後、同校助手。1950年戦後第1回、フランス政府級不留学生として徒仏。早稲田大学の教員を休職したまま、1952年まで、ルコルビュージエのアトリエに勤務。帰国後の1953年。 大学校内に吉坂研究室を設立、建築設計活動を開始する。1957年に、早稲田大学赤道アフリカ横断遠征隊を組織として、アフリカ横断1万キロを作成。キリマンジャロ東町では、女性隊員の登山の歴史を開いていた。1959年早稲田大学教授。1969年早稲田大学理工学部長。 1973年には日本建築学会の会長に就任、登山家、探検家としても有名で、日本産学会理事や1960年の壮大アラスカマ・キンリエンセ隊長を務めた。福子夫人は、河野健造、あや子夫妻の娘だが、福子の母方の祖父、三つくり玄八は、柿地の弟なので、吉坂夫妻は、またいとこ妹同士で結婚したことになる。 数学者の浦太郎とは1951年9月にマルセイユで出会って以来の友人でありパリに戻ってからも信仰を深めた。その縁から浦は帰国後の辞邸の設計を吉坂に依頼した。その依頼に基づいて1956年に完成したのが浦邸であり、吉坂の代表作の一つといえる有研究室が所持していた建築図面一式などの資料は 2015年に国立近現代建築資料館に寄贈された。また、寄贈を記念した展覧会、みなで作る方法、吉坂高正有研究室の建築という展覧会が実施された。裏程度、大学セミナーハウス、ゴーツ市庁舎が、同コミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。住居の発見住生活の観察住居の意味住居の、 携帯環境と造形世界の建築建築の発想ルコルビュジェと市建築家の人生と役割集まって住む不連続統一体を地域のデザイン有形学へ山岳、説表、建築原始社会から文明社会へ遊びの進め大学、交流、平和、ありがとうございます。